ノースフェイス愛用歴11年、スタイリストのオ山マです。今回の動画なんですが、大人が買うべき春のノースフェイスおすすめアイテム、ベスト3というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕はノースフェイスというブランドが結構好きで、いろんなアイテムを今までに愛用してきました。いわゆるですね、ナイロンジャケットみたいなものも買ってきましたが、中でも長く愛用してたのが、アルパインライトパンツというですね、名作のボトムスだったんですね。もう結構10年近く前になるかなと思うんですが、まあ当時はですね、タイトなシュエットの ものが主流だったんですが、まあ、その中でアルパインライトパンツってかなり細身で従来のアウトドアウェアにはないような綺麗なラインをですね。実現したモデルとして僕自身も結構長い期間履き倒したんですね。ノースフェイスというブランド自体はアウトドアのブランドではあるんですが、街着としても活用できるようなシャープで都会的なデザインのものが多いので割とですね。多くの男性に受け入れられてきたブランドなのかなと思っています。まあ、そんなノースフェイスにも最近は本当にいろんなアイテムがあって。まあ、どれま を選べばいいいいいかかかわらななととうう方も多いかなと思うので今回はですね、ノースフェイス好きの僕がですね、今買えるものの中から厳選して3つですね、ノースフェイスのアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それぞれ全く個性が異なるんですね。アウター類、ボトムス類、そしてトップスですね。このあたりがあれば、まあそれぞれですね、スポーツミックスの主軸となるようなアイテムとして、普段の人こなしの中で存分に使うことができるかなと思ってますので、ぜひ最後までおいたます。 お楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、ノースフェイスのおすすめアイテム、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずは、やっぱり欠かせないこちらのアイテムですね。ナイロン系のシャカシャカアウターですね。このあたりは、お箱と呼べるようなアイテムかなと思ってまして、僕自身もこれまでに何度か買ってきました。まあ、その中でも、先日ご紹介しました、こちらのコンパクトジャケットは、やっぱり使い勝手がいいんですね。まあ、僕自身もですね、早速着用してるわけなんですが、ナイロンでで できてるんだけども見た目はですね結構コットンライクで質感もそんなにシャリシャリしたような感じがしないのでスポーティーになりすぎないのが非常にいいなと思っていますでサイズ感も少しゆったりめで今のトレンド感にも合ってるというところも含めてまあ、他のですねノースフェイスのナイロンジャケットとはちょっと雰囲気が変わってくるかなと思いますデザイン的には似たようなものが他にもあるんですけどもこのサイズ感ちょっと緩めの感じというのが僕は最大のポイントかなと思ってるのでぜひチェックしていただきたいなと思ってるんです ででででですすすすがががが今回ですねね僕のの中でもう一つご紹介ししたたたいいいアイテムがありましててそれがです、ね、こちらの画像を見ていただきたいんですがコンパクトアノラックというモデルなんですね。実はですね、このコンパクトジャケットを買う際にも、やっぱり隣にあったのがこのアノラックタイプで、まあ正直ですね、結構迷ったんですね。個人的にはアノラックのような、ちょっと一ひ,とひねりあるようなものが好きなんですけども、やはり YouTube でご紹介する上では、ベーシックなものが主人 軸として皆さんにご紹介したいので、こちらを選択しましたが、ちょっとート好みのですね、着こなしをしたかったら、 コンパクトジャケットのアノラックバージョンですね。これが非常にかっこいいと思います。まぁカラー展開もいくつかありまして、ブラックが鉄板なんですが、ちょっとこのオリーブっぽい色合いですね。これが個人的にはドンツバでかっこいいなと思いました。アノラックタイプというのは、こう下まで下げられないというところで、ちょっと着脱においては、通常のコンパクトジャケットよりも癖があるので、好き嫌いが分かれるかなと思うんですが、結構おしゃれ中級者以上になってくると、このような被りのアノラックタイプが好きな方は非常に多いんですね。まあ レイヤードのスタイルも組みやすいので、下にシャツを着てもいいし、T シャツでもいいんですが、結構見え方が全然変わります。カンガルーポケットなんかついていて、少しカジュアルな見た目も含めて、僕はこのモデルめちゃくちゃ好きなので、まだちょっとですね、こちらのコンパクトジャケットがあるので、キャラかぶりがしちゃうので買ってないんですが、ぜ、ま、ひ、あ、まだ買ってない方で、少し通好みのものが欲しいなという方は、あのラック型もですね、チェックをしていただきたいなと思います。生地感は同様にコットンライクですごくいいですし、まあ、サイズ感も少し緩めなので、 今のトレンド感とバチッとはまりますしノースフェイスの機能性とカジュアルギとしてのディティールですねこのあたりを含めて非常に使い勝手がいいかなと思うのでぜひ春のアウターとして検討していただければなと思っています はい、続いて二つ目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのシャツですね。マラパイヒルシャツというですね、モデルになってるんですが、なんかノースフェイスっぽくないですよね。ブランドのロゴもですね、どこにも入っていないので、かなりですね、間違として使いやすいような、まあそんなデザインになってるかなと思います。まあデザイン自体はオープンカラーになっているシャツアウター風のものになっているんですね。まあ、サイズ感こちら、身長164センチ53キロの僕ね、 で M サイズを着ているわけなんですが、ややですねゆったりめというかボックス型になっていて、今っぽいサイズ感もちゃんとですね表現されているようなそんなモデルになっています。まあ、最近はこのようなシャツアウター的なものをいろんなブランドでやっていますが、ノースフェイスでもやってるというのは僕は知らなかったんですね。これはなかなか使い勝手がいいなと思うところは、まずはデザイン性ですね。これ単体で見てもすごくデザイン性完成度が高いかなと思います。本当に今っぽいシャツアウター型になって。 いましててサイズ感もちょっと緩めででででオーープンカラーで両胸にですすねねポケットがついてるんです、ね、このようなディティールも個人的にはすごく好きで、ちょっとこうミリタリーだとかワークテイストの雰囲気も漂うようなシャツで、すごく使い勝手がいいかなと思います。そこにプラスアルファでノースフェイスらしいですね、素材使いですね。これもコットンライクな素材感なんですが、実はナイロンなんですね。パッと見ナイロンっていう感じはしないんですけども、この素材感のおかげで、撥水性があったりだとか、あとはストレッチ性が効いていたり シシシワににななななりりりづらかかかかっったりだとと機能性が優れれててていいいるるんんででですねですねのの僕はこの1枚あればいろんなシチュエーションに使えるかなと思っていまして、まあ、例えば、春にも使うことができますし、秋にも使うことができます。重ね着をして上にコートとかを羽織れば、もちろん冬なんかに使うこともできるので、かなり長い季節使うことができるというところですね。あとは携帯性にも優れているので、バッグの中に軽く折りたたんで持ち運びもできるので、そういった意味では、一着あるとすごく使えるシチュエーションが 多いいかなと思います本当にミニマリスト的な一着かなと思うので、これは素晴らしいアプローチかなと思います。結構細かいところを作り込んでありまして、 ボタンですね。こちら、スナップボタンになっていまして、簡単に開閉ができるようになってるんですけども、このボタン自体もですね、ちょっと見づらくはあるので、まあ、画像を見ていただきたいなと思うんですが、ノースフェイスのですね、ブランド名が刻み込んでありまして、質感も含めてなかなかですね、完成度の高いディティールになってるんですね。まチギとしても優秀なデザイン性の高さ、そこにですね、ノースフェイスの持つ機能性というところがうまくミックスされたアイテムなので、これは使い勝手がすごくいいんじゃないのかなと思います。僕は色の展開3つ っってででですすすねブラックを今回購入したたんですが、まあ、ネイビーととかまたちょこのあたりも良かったですので、まあお好みで選んでいただきたいなと思います。このシャツの下にはちょっと今旬になっているこうボーダーのカットソーですね。まあそういったものを合わせながら少しカジュアル感を出して、ボトムスはですね、上がブラックでちょっと重めなので、白系のパンツでですね、軽快な雰囲気を取り入れてみました。まあこんな形で着ていただければ、スポーツミックスなんだけど、見た目としては完全に間チギとして、馴染みやすいかなと。 と思うのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っていますはい続いてラスト3点目のアイテムなんですが僕が今履いているこちら ボトムスですね。ビーフリーパンツというモデルで最近買ってすごく良かったアイテムの一つなんですが、もともと僕はですね、ノースフェイスを待ち切りとして使うようになったのは、冒頭にもお伝えしてた通り、アルパインライトパンツというモデルがすごく好きで、そちらのシルエットの美しさに惚れ込んだからこそ結構ノースフェイスにのめり込んでいったわけなんですが、最近はですね、シルエット的にタイトすぎるものよりは少しゆとりがあるものの方がトレンド感にも合ってますし、着ていて快適なので、そういったボトムスがノースフェイス スペースでないのかなと思っていろいろと試着してみた結果これがですね一番快適だったんですねまあ、ビーフリーパンツというのはどちらかというとアウトドアシーンとかキャンプシーンで使われることが多いようなボトムスだと思うんですねまともとのコンセプトとしては外遊びの際なんかにも虫除け効果があるようなボトムスとしてすごく使い勝手がいいんですが僕はそういった機能性は特に重視はしていなくてそれよりもですねこのボトムスの持つシルエットですね腿周りだとか腰周りには適度に ゆとりがあっっててて膝かかから下ににけてテーパーパド、まあ、緩やかに細くなっていくななないような綺麗なシルエットですねこの辺りがまずすごくいいなと思ったんですね。まあ、ノースペースって結構コンパクトなサイズ感が多い印象で、その中でも一番最初にお伝えしたコンパクトジャケット、あの辺りはですね、少し今っぽいゆったりさがあって、個人的にはすごくいいなと思ったんですが、こちらのビーフリーパンツも少しトレンド感が漂うような今っぽいシルエットになっていて、だけども、ワイドすぎないというところで、大人の男性には使い いやすいいようななななジャストなサイズ感なのかなと思っていますで、素材なんですけども、春夏向けということで、結構薄めで、肌触りもすごく快適なんですね。この履いた感じの着心地の良さというところもすごく良くて、まあいろんなブラック系のパンツを持っていますが、履き心地の良さはこれナンバーワンですね。まあ、腰回りはですね、EG 仕様になっていまして、360度ゴムが入っていますので、まあ、すごくですね、楽に着脱ができて、まあ、ウエストのサイズ調整もこういった紐がついてる のでしっかりと自分のウエストに合わせてですね調整することは可能というところもすごく便利なポイントかなと思っていますこれも見た目としてはアウトドア感っていうのはほとんどないんですねで一応ですねノースフェイスのロゴというのは 表面にはないんですけども、後ろですね、この腰の部分にちょっとあるんですね。正直あんまり見えない部分ではあるんですが、まあ、これがあるだけでちょっとだけ気分が上がるというのもあるので、ディティールの一つとして楽しみたいポイントかなと思います。で、一応ポケットにはですね、ジップがついていて、アウトドアのシーンでもしっかりと荷物をですね、落とすのを防いでくれるという点もですね、まあ、アウトドアブランドらしいディティールかなと思っています。まあ、ほぼ待ち着として使えるような黒パンなんですけども、機能的にはすごく快適で、なおかつ そこにプラスアルファで、虫除け機能があったりだとか、まあ、紫外線もですね、カットしてくれる機能があったりするので、すごくバランスを取れた一本なのかなと思っています。まあ、正直ですね、どんなに機能性が高くても、デザイン自体がしっくりこなかったら、僕は物として選ばないと思うんですね。このあたり、ノースペースの強みだなと思うんですが、まずは機能性というところはバックグラウンドしっかりとありつつ、デザイン性が間ちいとして、一切邪魔をしないようなシャープさ、ミニマルさがあるので、すごく使い勝手がいいかなと思うんですね。 僕ら大人世代にはすごく相性がいいかなと思いますし、ミニマリスト志向の方にもすごく持っておくと便利なアイテムが多いかなと思うので、ぜひこちらのビーフリーフパンツもですね、チェックをしていただければなと思っています。 いやーいろんな商品がありましたね。皆さん、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人におすすめできる、ノースフェイスの春アイテムですね。3つご紹介させていただきました。まあ、これまでにもお伝えしてきたような、コンパクトジャケット、このあたりもですね、色を変えたりだとか、形をちょっと変えることで、だいぶ新鮮な気分になるかなと思いますし、あとはボトムスですね。まあ、本当に軽量で、今っぽいシルエットも実現したものもあるんだなっていうのも、僕自身も初めて知りましたし、ましてや、シャツなんかは、結構驚きがありましたね。もう本当 本当に街着として特化しているようなデザインなんだけども、機能的にはノースフェイスのバックグラウンドがしっかりと活かされているようなアイテムで、まあ、本当に様々なアイテムが出てきてますので、ぜひ皆さんも引き続きノースフェイスのですね、アイテムを活用しながら、存分にですね、休日の着こなしを楽に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少しツー向けのセレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、 ある専門ブランドみたいなものはですね僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に3本のオリジナルの動画と加えて1本ですねライブ配信もやっています皆さんから頂い,いた質問に直接お答えするような形で展開してますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますこちらの方では文章と写真ベースでたい1分 分ぐらいで読めるような分量の記事をですね、僕の方でも毎日配信をしています。また僕以外のスタイリストの方だとか、専門家の方も記事を書いてくださっていたりだとか、あとは参加者の皆さんも記事を書くことができて、まあ、気軽に質問していただいたりだとか、こんなもの買いましたよ、みたいなものをですね、共有していただきながら、結構ですね、横のつながりも楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。